沖縄こどもの国では今月3日、およそ3年ぶりにコモンリスザルの赤ちゃんが生まれました。赤ちゃんは現在、母親のおちょこの背中に乗っていて、可愛らしい表情で来園者を和ませています。たまに顔を上げて見せてくれる時のつぶらな瞳とか、もうしっかりリスザルの顔になっているところとかを見ていただきたいですね。中南米の森林に生息するコモンリスザルは小型の猿の仲間で、赤ちゃんの性別の判別が難しく、オスかメスかはまだ分かっていないということです。このほか園内では屋久島ザルの赤ちゃんが合わせて2匹誕生していて、沖縄こどもの国はベビーラッシュに沸いています。